はい、1月24日のマイコスノーリゾートゴンドラ乗り場付近ですね。昨日の雨から、雨のせいで少しこう雪は、減りました。でもっと正直減ってるのかなと思いましたけど、気温自体がだいぶ寒いので低いので、そんな思ったよりは、溶けてないなって印象です。もちろんこの調子だと上も、ほとんど、現状維持かなっていう感じもしますし、もしかしたら昨日雪が降ってたかもしれません。これ分かんないですけどね。はい、ということで、ちょっと寒いですけど、舞妓の様子でした。以上。